はい、こんにちは、こんばんは。工場夏です。前回作ったお家を拠点として今回からはドラクエモンスターズディメンションワールドへ行きたいと思います。はいはい、じゃあ準備しよう。はーい。はい、まずそのワールドに行くにはいくつかね、準備が必要で、火打ち石、石炭、火薬、鉄インゴット、このゲートブロック、このゲートブロックは普通のこのブロックはバニラの敵を倒すと落とします。で、必要なのは最低14個なんだけど、はい、22個集まりましたね。22個が最大だね。知らんかった。作業、あ、わ、作業台いっぱいある。作業台で、まず作りたいものはですね。あららら、閉じちゃったよ。緑ゲートの火種というのを作りたいと思います。これですね。ランク1ってあるんですが、ランク2、ランク3。もうランク7まであります。来たね。ということはディメンションが7つってことだよね。はい、だからまずディメンションワールドランク1に行きたいと思うので、このミドルゲートの火種をミドルゲートの火種を作りたいと思います。はーい。こうしてこうしてこうして、こう。はい、できた。で、この緑ゲートの火種を作って、あ、ね、何してんの？もう、作っておきました。このワールドの7つあるんで、事前にね、整地して作っておきました。どこでいい？ここでいい？うん、一番ちょうど4つだし、4つ間隔だから、ここにポンポンポンって。どういうこと？ひとまず開けていいの？開けるの？開けないよくない？ちょっと開けてもいいけど、どっちでもいいよ。開けてよ。で、ゲートはネザーと一緒で、まずこの形ね。おお、これです。でもあのモッドのやつはあんまりなんかその向こうのワールドになかなか入りづらいっていうあれが起こるので、ここにねもう8つ足しときます。で、この緑ゲートの火種をつけるとできたーっていう感じですね。はい、これがランク1のディメンションワールドです。はーい。で、ランクごとに色が変わってくんだよね。そうですね、7個。緑はレベル1ということで、じゃあ行ってきます。はーい。一番弱いんですかそれ？一番弱いね、敵は。だそうです。はい、来た洞窟。あら、洞窟？洞窟だね。手も止まってないんだよな。持ってるよ。うん、20本持ってるよ。うん、どこにいるのそれ？ここどこや？あ、地上近い。近い？あ、本当だ、いいじゃん。じゃあここ設置して、こんな感じでね。もう早速戦ってるけど、あ、ダンジョンが見えた。レベル上がった。ダンジョンが見えた。後ろになんかある。そう、あんな感じで
あのマップ見てもらえれば。いや、まだまだまだ早いんだけど、マップ見てもらえればわかるんだけど、こう左上にあのなんか建物みたいなあれがあるんだけど、ああいう感じでたくさん建物が生成されます。で、まあはいはい、どうする？まあ、まずは設置とか準備するんで、うん、ここはカットで。はーい、はい。ということで、ランク1のワールドの拠点ができました。よし、じゃあね、ここにマーキングしとこう。マーキングしとこう。ゲートって書いておこうかな。はい。まあ、ここから、ここにね、いろいろベッドとか、ここのワールドは普通にバニラのベッドでもリスポーン位置が変えることができます。他にもね、おなじみのあの DQM 専用ベッドやたくさんあるんでね、いい感じにアレンジしていきたいと思います。はーい、はーい。で、今回どうしようか。じゃあまずちょっと探索、周り探索して終わろっか。はい、何があるかだけ周り見て、それで、お、いいね、周りだけ見て次回ね進んでいきたいと思いますよ。思いますよ、思いますよ。で、あれかな、先あれ作っ、出ないか。ああ作れないんだ。まあね、あの、じゃあ、行く前に、探索する前に、ちょっと、アイテムを集めて、あるものを作りたいので、それまで、カットで、行きます。はい。ということでね、作ることができました。はい、これですね。パーティー。ちょっと周りが白すぎて、名前、見えない。パーティー1ノベルです。これは、4人パーティーを組むことができます。はい。はい。大丈夫ですか、皆さん。疲れてませんか？大丈夫ですよ。疲れてないですよ。はい。うん、まあ、この作成方法は、まあ、どっかに載せてると思うんで。クラフトガイドからのね、うん、で、まあ、これでシフト、まあ豆の名前のところを右クリックすると、うん、はい、とおなじみの曲が流れます。で、まあはい、次豆に、このパーティーフェーズの仕組みはよくわかんないんだけど、うん、まあ最初にパーティーした人の頭の上でまたやってもらった方が比較的手っ取り早いっていうか、バグみたいなのが起こんなくて、っていうことでね、3人パーティー入ることができました。座標が出る、すげえ。で、まあこれは死ぬとパーティー抜けちゃうんだけど、うん、死んじゃうと一応ずっと持ってた方が便利なので、うん、持っていきたいと思います。じゃあね、探索行こうか。おーい、こうやってね、三人パーティーはつって、何拾ってるか、あの経験値がみんな平均的にもらえるので、常にパーティーは組んでいきたいと思います。おーい、じゃあ、ね、周り探索しようか。そうだね、おーい、もう各自、うん、各自じゃないよ、固まって、うん、固まって周り探索、
やっちにはダンジョンあるって分かったから違う方面こんな感じでいっぱい敵がいるね。え、死ぬ死んだということでね、はい、右のこのパーティーがなくなったというか、いなくなったというか、あれ、あ、メダル落とした、どこかわからん。さあな、でももう火落ちてるからあともう少しだと。ドゥン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 ガドン。はい。はい。ということで朝だね。おはよう。感じで、あ、集まってんじゃん、石のかけら。このね、話それるな。こう、周り探索行きまーす。はーい。はーい。朝じゃない、夜じゃん。時間はあれか。そう、時間は変わんない。悲しいことに寝てないみたいな。夜に起きる夜行性。ニートですね。ニートバスね。そうですね。本当ですね。じゃあ、虫さんが一番前で。いや、虫が一番前ってみんな取れないけど。おーい。はーい、行ってください、どんどん。虫が一番今攻撃力的に強いし。そう。うん、多分そう。ウェットさん。でもね、まずこっち側から。あ、なんかあるよ。マップ的に。このまままっすぐ行けば。それじゃあ戦闘行けば。エンジェルさん興奮したようにすげえまっすぐ行くんだろう。あ、ほうほうほう、重た重た。あ、ここにほら、なんかある。なにこれ。なにこれなにこれなにこれ、落ちちゃった。ヘルプミー。オーマイガー、びっくりだ。え、大丈夫、これ下ある。ん、なんだこの建物は。え、怖い、そっち掘らないで、怖い。何これ。あ、入り口みたいなのある。あ、ちょっと重い。うん、こっちこっち。おお、なんかすごいダンジョンだねこれ。あ、これあれが必要なんだ。あ、鍵か。こういうね、開けられないドアがあるんですけど、もう鍵がかかっていると。これ多分壊したら入れるんだろうけど。そういう考えはダメだよ、ゼロちゃん。あ、何？毒水じゃん。うん。これもね。やばい。痛い、痛い。やばい。あー、死ぬ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 。吐き気が。するよ。やばいやばい、死ぬ死ぬ。ちょっと待って、マジで出られない。階段作っていこう。なんもない。入れないんだよね、これは。わあ。ちょっとカクカクかな、画面的に。カクカクなんだけど。ここもね、また後々掘れるようになってきたけど。え？戦い挑んで。いや、これは、これ後々だね。そうだね、後々ということで。ビリバッグがいる。危ない危ない。ああ、危ない危ない。
早く、早く帰ろう。早く、さあ、また2回に。ドルタン基本、回復でいいよ。回復できるでしょ。うん、回復でいいよ。回復してくれた。デンデン戻る？あ、そう、ゼルちゃん、はい。パーティーパーティー。どうする？これに一周するか、じゃあ。うん、一周しよう。ゲートの周り一周しよう。ちょっといらないやつ作って。はい。はい。行こうか。はーい。どっち行く？うん。山だね。あそこになんかある。じゃああそこマップで見えてるあそこの前まで行って今回は一回終わりにしようかな。大丈夫、来てる？うん、山ちゃんが来てるよ。なんだろう、ダンジョン？何あれ、すごい。あ、かまった、わー。死ぬ死ぬ。死にたくないよ。あ、どうすか。あれ落とした。何、ダンジョンのやつ？違う違う。あ、フィギュア。え？フィギュア。フィギュア？フィギュア。これ多分ダンジョンだね。ダンジョンか。まあこの前行って一回終わろう。はーい。やばい。ちょっとね、カッコつくんでご了承ください。ダンジョンはね、なんかモンスターの脇が半端すごいんで。え、あ、どっか。え、これ正面、これ、あー、カッコつくよ。ここでしょ。ここは多分入り口だね。うわぁ、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 わぁ。これは多分ね、もう30レベルとかになってから行った方がいいよね。そう、かなり先で。うん、なんか楽に行けないっていうか。あ、なんか湧いた。こんな感じでね、建物が建てられてるね。なんかボス部屋、ありがとうございます。ボス上っぽいやつもあるしね、なんかダメージのかっぽいの見えるけど、ここなんかね、怖いね。重くてね、表示できてないんだよね。まあ、だんだんここはできるようになったらね。そう、行かない行かない。行かない行かない。ということで、はい、今回は、はい、やべ、次やね、このダンジョンの前で終わりに、はい、おぉ、終わりにしたいと思います。はーい。はーい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあね。さよなら。さよなら。次もお願いします。お願いします。